てい子とは、中華民国の政治家、書家、詩人、ジャーナリスト。ふ子とは、字で、名はよ。号は、進む順。真の隣密犠牲。日本に留学し、法政大学法政促成科を卒業した。帰国後は、ドイツの三島鉱山区占領に反対するため、歩行会という組織を結成している。後に、三島法政学童教習となった。 1910年、三党市議局議員に当選したが、翌年辞職する。武将企業が勃発すると、革命派に組みして、三党省の独立を図った。1912年、北京で臨時参議院議員に当選し、さらに、アジア日報出筆も務めた。翌1913年5月、新歩党に加入し、党務部部長に任ぜられている。同年10月、 国民党の超明る空と民の離党を組織したが、間もなく遠征外の命令により国会は解散されてしまう。政党活動の一方で、超アズマラと共に中国雑誌を編集、出版した。1915年、園が皇帝即位を目論むと、帝は上海に移り繁栄活動を展開した。遠征外死後の1916年8月、大総統となった。 霊元広氏により、帝仏子とは、総統府秘書長に任命された。しかし、翌年2月に一旦辞職、帰郷し、古文書学に親しむ。1922年、総根が、まかない選により、大総統当選を目論むと、当時国会議員となっていた帝はこれを拒否し、さらに批判的な言論活動を展開した。このために、帝は逮捕され、1924年に、 北京青編で僧が失脚するまで拘禁された。その後、帝福津ことは最南の中学で国文学教師となった。1928年以降は北平に偶居している。帝は諸家、詩人としても優れた聖望を有し、多くの作品を残した。1930年12月1日、北平にて病没。去年53、ありがとうございます。